ありがとうございます。朝起きたら気温1度でした。こんなんかバイクで走るなんてバカすぎる。じゃあ行きましょう。今日こそは襟裳岬に向かいましょうっていう形で、in the house。牛、めっちゃ牛いるやんけ。さっきの牛 in the house よりはめちゃくちゃ見える。牛が、牛だらけ。でかいのから小さいのまで、大から小まで何でも揃うファミチャードーム。あった。あ、目標物、あれとあれとあれとあれ、向こうもある。もうつまりこのトーチカ、このトーチカを見に来たんですよ。岩でっかー、海青ー。
刻は14時1分。だいぶお昼ご飯食べてないんでね。お腹が空いて仕方ないんですよね。お腹が空いて力が出ないよっていう状態なんで、この辺りにご飯食べるところがあるはずなんですけども、新日高が終わってミーカップになってしまった。この道を曲がった先にご飯の食べる場所があることを祈って心を込めて曲がっていきましょう。頼む、会ってくれ、頼む。ここいなかったらもう過ぎてるってことなんだ。あるあるある、多分ある、多分あれ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 じゃない、あれあれだと思うよ多分。そう、これベンチタイム来ました。じゃあ食べます。いやベンチタイムさんでご飯食べてきましたよ。オムライスのうますぎ、引っ張らにオムライスボディブローマッツ聞きました。いやー本当にね、美味しいよ。で、まあご飯を食べてね、もう幸せな気分で、じゃあ今日の宿、大体苫小牧あたりかなーっていう風に思って宿を探そうと思ったんですよ、スマホで。はい、ところがどっこい、スマホの電波が通じておりません。再起動しても電源切って、SIM カードを差し直しても全くもって反応がありません。一体どういうことなのか。というわけで僕はまだ宿が決まらないまま3時28分を迎えております。とりあえず苫小牧行って宿を探しますか。はい、結局苫小牧に泊まることにしました。まあちょっと雨降ってますし、もう暗いですし、日没はしてるんじゃないでしょうか。まあだから近めの苫小牧17分ぐらいで着く位置にあるんで、苫小牧でゆっくりして明日に備えましょうか。ちなみにこの旅の後半からキャンプという選択肢が消え去ったのは、まあ、もちろん GoTo トラベルの美味しさを知ったっていうのもありますが、まあ、主にはもうこの寒さのせいですね。今日だって朝起きたら1度ってなってたし、本当に死にますね、どう考えても。まあそういうわけで、もう宿泊をバンバン使っていくっていうことですね。はい、というわけで、まあ普通のホテルですね。ホテル苫小牧グリーンヒルズ。